久保さん、朝ごはんにしときましょうか。今日ですね、僕、朝ごはん、何食べたと思います朝ごはん。<laughs> こう、インスタの、インスタのストーリー投稿にアップして、まあ、反応来たんですけど、朝ごはん。ただ朝ごはんですよ。しかも、久保さんはね、まあ食卓し、食卓でこう、なんか、喋りながらやってるじゃないですか。インスタのストーリー投稿、一言も喋ってないですね。朝ごはんをただ映してるだけっていう。 反応を取れるっていうねじゃ反応が来た朝ごはん何も解説してないですよ何,何食べたかはいそれは朝ごはんポテチとコーラです久保さん久保さんの人生の中で朝ごはんポテチとコーラこれあんまなくないですかおお <laughs> これいい絵になるな まあそう、なんかね、与沢さんがね、新与沢の流儀を始めるらしいですよ。<laughs> で、なんかその動画で言ってたんですけど、僕もちょっと金太郎飴になりかけてました、みたいなね、話してたんですけど、あーのー、やっぱ人と違うことするって、人と違う逆を行くっていうのは結構大事なんですよね。うん ま、毎日何、何僕、ポテチとあ,あのコーラじゃないですか今日たまたまなんで。まあ、あの、今日からね、あの、セールス、セールスしていくんですけど、一週間かけて、今日で、もう、すでに一週間も終わってるっていうね。<laughs> 久保さん、終わりました。まあ、朝一で今日最後の動画撮って、もう終わ,る終わってるっていう、ね、もう終わったな、みたいな。あと、セールスレターちょっと書かないといけないんで、あ、セールスレター書いたら終わりすなと。 あとまあ一本ぐらい取るかもしれないですけど。まあ基本全部のあれば終わりですね、もう。もう始まる前に終わってるってなんだしょう俺、ね、こ <laughs> れだから今日ちょっともう、もうフリーなんで、まあブログ書いてないか。まあブログはそんなすぐ書けるんで。そう、だから朝、あんだ。あの、ちょっともう、なんだ。 まあやっぱこれちょっとセールス疲れるんでエネルギー使うんでうわわっつってねそう休んでたんですけど <laughs> そううんだテーマとしてはなんだろうなまあ朝ごはんですねどんな朝ごはんを食べるかだけで反応をもらえるっていうねありがたいですね、うん、やっぱ人と同じことだったらやっぱ差別化にならないですから うんやっぱ人と違うことをやっていくっていうのはまあ、真似から入るのはまあステップとしてね必要な部分あるんだけどもずっと真似だけだと真似から自分を作っていくっていううんそうもはや真似が自分のものみたいなうんまあでも結局これもやり込まないと、まあ、見えてこないですよね うん、まあ、どんな形です。どんな形でもできるんで、やれば。ただ、考えないとダメですね。うん。やっぱね、自分でそのメディアを運営していく。自分で人と差別化をしていく。うん。注目してもらう。止まらせる。 認知してもらう。面白いなと思ってもらう。なんだこの人と思ってもらう。まあ、そのためには、やっぱりいろんな工夫を考えないとダメですし。もちろん、動画を撮るために、朝ごはん、ポテトチップスとコーラあーを撮ったのかっていうと、そう、たまたまなんですよね。でも、たまたまですら、このたまたまのげ、たまたまな現象をどう使うかですよね。たまたまな現象をどう使うかって。うん。まあ、それはでも考えてないと多分無理ですね。 考え常にアンテナ張ってないと。うん、ん。ビジネスをやっていくんだったら、まあ、久保さんはもうちょっとビジネスが離れてる部分はありますから、あれなんですけど、やっぱビジネスやっていくんだったら、常にやっぱアンテナを張っとくうーんっていうのが非常に大事ですね、うん。じゃないと受信できないんで、うん。はい。いってらっしゃい。